とんでもない死を迎えた者たち。現在物語もクライマックスを迎えているワンピース。そんなワンピースでも注目したいのがキャラクターの死。1000話を超える物語ゆえに大勢のキャラクターがこれまで死んでいるものの、その死はですね、どれも印象深く非常に衝撃的なものでした。今回はとんでもない死を迎えたキャラクターにスポットを当てて考察していこうと思います。ということで今回はとんでもない死を迎えた40人のキャラクターについて徹底考察していこうと思います。ナワンピース第1069話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。まずはマザーカルメルです。マザーカルメルとはエルバフの外れで孤児院羊の家を開いていたシスターであり、ビッグマムの恩師とも言うべき存在なんですが、その最後の瞬間は少年漫画とは思えないほど凄惨なものだったんです。マザーカルメルの最後が描かれたのは第867話。リンリンがですね、当時祭前の断食で初めて食い煩いを起こすとですね、エルバフの村は壊滅させられ、巨人族の英雄であるヨルルも致命傷を与えられる始末で、羊の家はエルバフから離れざるを得なくなりました。そして別の村に羊の家を再建してしばらく経った頃、衝撃的な事件が起きるんです。それはリンリンの6歳の誕生パーティーのこと。カルメルと羊の家の子供たちがリンリンの大好物である黒缶プッシュをサプライズで用意したところ、なんとリンリンは涙を流しながら無我夢中でですね、黒缶プッシュにかじりつくんですけども、みんなが笑顔で楽しいパーティーは一転し、断末魔の叫びがこだまする事態になってしまったんです。ふと我に返ったリンリンが目にしたのは髪跡の残る机やボロボロの衣服。もちろんそこにはカルメルが身にまとっていた修道服の残骸もあったんですけども、肝心のカルメルと子供たちの姿はなかったんです。さらにリンリンはカルメルが使っていたはずのそれぞれの身の能力も使えるようになっていたんです。そう、カルメルはリンリンに食べられたことによって命を落としてしまったんです。次は乙姫。乙姫とは竜王国王妃である金魚の人魚であり、愛の人との異名を持つほどの人格者だったんですが、巨人族の因縁に巻き込まれ壮絶な最後を迎えてしまうんです。乙姫の最後が描かれたのは第626話。巨人族の悲願である地上への移住を実現するため、乙姫は署名活動に勤しむんですけども、ちょうど同時期に起きたフィッシャータイガーによる奴隷解放の影響を受け、なかなか島民の理解が得られませんでした。そんな中、世界貴族であるミョスガルド星が巨人島に漂着するという事件が起き、乙姫はですね、なんとミョスガルドをマリージョアに送り届けた後、希望の光ともいえる世界貴族の署名への賛同書を手に入れ、竜宮王国へと帰還するんです。それ以来島民の署名は順調に集まっていき、何もかもが順風満帆に思い出すの時、大事件が発生。なんとですね、突然署名箱が燃え上がったかと思えば、その混乱に乗じて乙姫が狙撃されてしまうんです。さらにその犯人は後にホーディーだったことが明かされてるんですけども、当時はホーディーによって人間がですね、犯人としてでっち上げられてしまったので、やっとの思いで魚人たちの間に根付き始めた人間に歩み寄る心も打ち砕かれてしまい、乙姫のこれまでの苦労が無に帰す形になってしまうんです。このようにですね、乙姫は魚人族と人間との種族間での長きにわたる確執の被害者として命を落としてしまいました。続いてはポードガスディエースです。エースとは白毛海賊団2番隊隊長なんですが、海賊王ゴールディロジャーの実の息子であり、ルフィとサボの義兄弟という作中でも非常に重要な役割を持つキャラの一人でした。そんなエースの死は作中屈指の名場面となっています。エースの最後が描かれたのは第574話のこと。バナロ島の戦いで黒ひげに敗れたエースは海軍本部の本拠地マニフォードにて公開処刑にされてしまうことになるんですけども、エースの処刑を食い止めるべく、ルフィや白毛海賊団が次々と登場し、マニフォードでは頂上戦争が勃発。そして大混乱の中、見事にエースの元にたどり着いたルフィがエースの解放に成功すると、すでに満身創痍となっていた白ひげが最後の船長命令を下し、たった一人で海軍を引き受けることにするんです。しかしそこに立ちはだかったのは赤犬でした。エースの逃亡を食い止めたい赤犬がエースの目の前でですね、なんと白ひげを侮辱すると、エースは腹を立てて赤犬に攻撃してしまうんです。しかし上位の能力を持つ赤犬には歯が立たず、今度は赤犬にルフィが狙われてしまいます。間一髪で身を投げ出したエースはなんと赤犬の拳によって背中から貫かれてしまう。親父、みんな、そしてルフィ、愛してくれてありがとう。こうしてエースは命を落としてしまうんです。
続いてはベルメールです。ベルメールとは海軍将校だった頃にオイコ島国で戦争孤児となっていたノジコとナミを保護し、退役後にはイーストブルーのココヤシ村で2人を実の子供のように育てていた人物なんですが、人間に恨みを持つアーロンの横暴によって悲惨な最後を迎えています。ベルメールの最後が描かれたのは第78話のことでした。卒業としてココヤシ村にやってきたアーロンは村人たちに大人1匹10万ベリー、子供1匹5万ベリーの年貢を要求。ノジコとナミがですねちょうど家を離れていたので、ケンゾはですねベルメールに大人1人分の金を払うように言うんですけども、ベルメールはそれを拒絶。子供2人で10万ベリー、それは私の娘たちの分、私の分は足りないわ。口先だけでも親になりたいというベルメールはナミとノジコの分の年貢だけしか納められなかったので、アーロによって見せしめとして射殺されてしまう。ノジコ、ナミ大好き。こうしてベルメールはナミとノジコが見守る目の前でアーロンの横暴によって命を落としてしまうんです。後で分かったことなんですが、アーロンは人間を強く恨んでいたことが明らかになっているので、ベルメールもですね巨人族と人間の種族間の確執に巻き込まれた被害者の一人だと言えます。続いてはトムです。トムとはかつてウォーターセブンに存在した造船会社トムズワーカーズの社長で、ロジャー海賊団のオールジャクソン号を建造した伝説の船大工とも呼ばれている人物です。そんなトムなんですけども、 CP5 の策略によって悲惨な死を遂げているんです。トムの最後が描かれたのは第357話のことでした。ロジャー海賊団に船を提供した罪に問われていたトムは、10年の執行猶予の間にムエシャ・パッフィングトムを完成させた功績で罪が帳消しにされる見込みだったんですが、裁判当日とんでもない事件が起こったんです。なんとプルトンの設計図を狙った CP5 のスパンダムの策略によって、フランキーが製造していたバトルフランキーが乗っ取られ、司法船襲撃事件が勃発。必死に止めに入ったトムは大怪我を負った上に襲撃犯に仕立て上げられてしまうんです。自慢の船を悪用されてしまったフランキーの気持ちを汲み取ったトムはスパンダムを痛めつけるんですが、即座に麻酔銃を撃たれてしまう。そして意識が朦朧となる中で、トムは裁判長に掛け合い、ミレシアを作った功績によって司法船襲撃の件を帳消しにしてもらうんですけども、それによってロジャー海賊団に船を提供した罪で裁かれることになってしまうんです。わしはロジャーという男に力を貸したことをどんと誇りに思っている。こうしてトムはNSロビーへと連行されてしまい、命を落としてしまうんです。続いてはフィッシャータイガーです。タイガーとは魚人街出身のタイの魚人で、太陽の海賊団を形成した初代船長です。単独で聖地マリージャを襲撃し奴隷を解放した理由なんですけども、悲しい死を遂げています。タイガーの最後が描かれたのは第623話のことでした。マリージャを襲撃して奴隷を解放した件で海軍本部から追われる身となってしまったタイガーは、解放した魚人たちや自分を慕う仲間たちと太陽の海賊団を形成するんですが、航海の途中でですね元奴隷の少女コアラを故郷に送る仕事を頼まれ、フールシャフト島まで送り届けるんです。しかし政府と取引した島民に裏切られ、ストロベリー少将の部隊に襲撃され、瀕死の重傷を負ってしまう。海軍から強奪した軍艦でなんとか逃げ切るも、タイガーは大量の出血により輸血が必要な状態となってしまうんです。そしてタイガーと同じ血液型のクルーがいなかったので、軍艦にストックされていたですね血液を輸血しようとしたところ、タイガーはそれを拒絶。入れるな、そんな血で生きながらえたくはねえ。そしてタイガーは衝撃の事実を告白。俺は奴隷だった。奴隷として人間の狂気を目の当たりにしたタイガーは、人間の血を輸血するぐらいなら死を選ぶという決断を下すんです。こうして人間に翻弄されたタイガーは自らの選択で命を落としてしまうんです。続いてはドンキホーテロシナンテです。ロシナンテとはドフラミンゴの実の弟で、ドンキホーテ海賊団の元最高幹部コラソンです。しかしその正体は潜入捜査中の海軍本部所属の海兵であり、戦国の直属の部下だったんです。そんなロシナンテはですね兄に殺されるという非業な死を遂げました。そしてロシナンテの最後が描かれたのは第767話のことでした。白炎病の中毒に侵されたローを治すため、ドフラミンゴと取引する予定のデュエルバレルスからですねオピオペの実を強奪したロシナンテはローにオピオペの実を食べさせるんですけども、海軍に入していたベルゴにですね裏切りの決定的な証拠をつかまれてしまい、徹底的にボコボコにされて瀕死の重体となってしまうんです。そして一瞬の隙をついて逃げたロシナンテはローを宝箱の中に隠し、ドフラミンゴと対峙して銃を構えます。もうほっといてやれ、あいつは自由だ。心優しいロシナンテは実の兄に銃を放つことはできず、逆にですねドフラミンゴから銃弾を何発も撃ち込まれてしまうんです。もうお前を縛るものは何もない。白い街の鉄の国境も短かった寿命も誰もお前を制限しない。お前はもう自由なんだ。それでもローが逃げ切るまでは行き絶えず、なぎなぎの実の能力によってローが逃げ切る隙を確保。そしてローが十分に距離を取ったところで命を落としてしまうんです。
続いては光月おでんです。おでんとはワノ国の将軍家の大名でありながら、違法出国してシルゲ海賊団とロジャー海賊団のクルーにもなった上、ラフテルに到達した伝説的な人物。そんなおでんなんですけども、伝説の1時間として語り継がれるほどの壮絶な最後を遂げています。おでんの最後が描かれたのは第972話。カイドウへの討ち入りが失敗に終わり、釜茹での刑に処されることが決まったおでんは、一緒に討ち入りを行った赤鞘と一緒に大観衆の中で高熱の油が煮えたぎる大釜の中に入ることになってしまうんですけども、カイドウとオロチに除名のチャンスを求め、1時間耐えきれば見逃すという約束を取り付ける。そしておでんは真っ先に釜の中に飛び込むと、9人の家臣をですね、橋板に乗せたまま1人で持ち上げ、強引に10人同時に釜に入ったことにしてしまうんです。バカ殿として悪評が広まっていたおでんを民衆は冷ややかに見ていたんですけども、忍がオロチの正体やおでんの真意を口外すると、一気に民衆はおでんこそが唯一の希望だと認識し、おでんに希望を託すんです。そしてついに1時間が経過したんですが、オロチは約束を破り銃殺の刑に変更。おでんは橋板ごと赤鞘を投げ飛ばし、上の国の開国を委ねるんです。すでに体がボロボロになっていたおでんは、カイドウ自身の手によって銃で撃たれ、油の中に沈んで死ぬ。一献の酒のおとぎになればよし、煮えてなんぼのおでんに候。こうしておでんの人生は幕を閉じてしまうんです。続いては白ひげことエドワード・ニューゲートです。白ひげは白ひげ海賊団船長として四皇の一角に名を連ねた人物で、海賊王ゴールディ・ロジャーともですね、互角に渡り合ったと言われる伝説の大海賊なんですが、その死に様もまさに伝説と呼ぶにふさわしいものでした。白ひげの最後が描かれたのは第576話のこと。マリンフォードの頂上戦争にてエースの奪還に成功すると、白ひげは最後の船長命令として自らを置いて逃げることを命令するんです。言葉はいらねえぞ、一つ聞かせろです。俺が親父でよかったか。もちろんだ。そして白ひげの思いを胸にエースは船に逃げ込もうとするんですが、赤犬による白ひげの侮辱に耐えきれず、エースは立ち止まってしまうんです。そしてエースは赤犬に殺されてしまう。怒りをあらわにした白ひげが赤犬を襲撃するも、反撃を食らって頭の左半分を焼損。それでも止まらない白ひげはエースの敵を撃つため、また仲間が逃げる隙を作るため、海軍本部を壊滅させて大暴れするんですが、そこに姿を現したのはなんと全ての元凶黒ひげ海賊団。すでに瀕死の渋滞を負っているにもかかわらず、白ひげは黒ひげ相手に圧倒するんですが、黒ひげ海賊団が一斉に白ひげめがけて攻撃を繰り出すんです。お前じゃねえんだ、ロジャーが待ってる男は少なくともティーチお前じゃねえ。致命傷を散々食らって息も絶え絶えになりながら、白ひげは最後に言葉を残すんです。ワンピースは実在する。後の世代に希望を託した白ひげは立ったまま誇り高い死を遂げるんです。続いてはウタです。ウタとはワンピースフィルムレッドのヒロインであり、シャンクスの義理の娘にしてルフィの幼馴染。そんなウタの生死は明確に描かれていないんですが、食べると数時間後に死に至るというネズキノコを大量に摂取してしまったことから、死んでしまった可能性が高いと考えられています。そんなウタの最後は悲しくも温かいものでした。ウタウタの身の能力によってウタワールドに大勢のファンを閉じ込め、辛い現実から救おうと考えたウタは、摂取すると眠れなくなるが数時間後に死に至るというネズキノコを大量に摂取し、世界規模のライブを開催するんです。そしてウタは計画通りにファンをウタワールドの中に閉じ込めるんですけども、富に入った海軍や海賊たちの奮闘により追い詰められて感情のコントロールが破綻してしまい、12年前にエレジアを滅ぼした魔王トットムジカを召喚。しかし現実世界にいる赤髪海賊団とウタワールドにいる麦わらの一味の活躍により、トットムジカが消滅すると、衰弱したウタはウタワールドに残された者たちを解放するべく最後の力を振り絞って世界の続きを歌い、全員の意識を現実世界に引き戻すんです。これ返すよ、私のとっても大事な帽子だから、いつかきっとこれがもっと似合う男になるんだぞ。そして麦わら帽子をルフィに返したウタは、赤髪海賊団が見守る中、かつてよく歌っていた風の行方を最後に歌い、静かに眠りにつきました。続いてはヒルルクです。ヒルルクとはチョッパーの育ての親で名付けの親であり、チョッパーにとっては父親代わりになった人物です。そんなヒルルクの死は作中屈指の名場面となっています。ヒルルクの最後が描かれたのは第145話のことでした。不治の病を患っていたヒルルクは、自分の死後チョッパーが孤独になることを恐れ、チョッパーをですね、冷たく突き放すんですけども、チョッパーはヒルルクが不治の病を患っていることを知り、たった一人で険しい山道を進み、場の役であるアミウダケを取りに行くんです。なんとかアミウダケを手に入れたチョッパーがヒルルクにアミウダケを渡
出すと、優しい気持ちを組んだヒルルクはですね、なんとアミューダ系で作ったスープを飲み干します。このバカトナカイ、そのキノコはねトナカイ、猛毒だよ。しかし事実は残酷で、実はアミューダ系は万能薬ではなく猛毒のキノコだった。そんなはずないさ、ちゃんと本で調べたんだ。これは病気に勝てるキノコさ。このキノコの絵の横にちゃんとドクロが書いてあったんだ。チョッパーが気づいた時にはもう遅く、ヒルルクはワポルの罠にはめられ城に到着していたところだったんです。そしてワポルの兵隊に銃を構えられたヒルルクは自分の死刑を悟り、こう語りかけるんです。人はいつ死ぬと思う？心臓をピストルで撃ち抜かれた時、違う。不治の病に侵された時、違う。猛毒キノコのスープを飲んだ時、違う。人に忘れられた時さ。こうしてヒルルクは自ら爆薬を飲み、自ら命を落とすんです。全くいい人生だった。続いてはゴールディ・ロジャーです。元ロジャー海賊団船長で、世界で初めてグランドラインを制し、海賊王と呼ばれるまでに至ったロジャーは海軍に処刑されてこの世を去ってるんですけれども、その影響力は今なお健在です。そんなロジャーの最後は第1話の冒頭で描かれました。俺の財宝か、欲しけりゃくれてやるぜ、探してみろ、この世の全てをそこに置いてきた。この発言の直後ですね、ロジャーは海軍に首を切られて処刑されてるんですが、ロジャーのこの一言で全世界の人々が海へと駆り立てられ、大海賊時代が幕を開けるんです。このようにロジャーの死は当然の出来事なので衝撃的とは言えないように思えるんですが、さらなる事実が明らかになったのは第506話のことでした。捕まったのではない、ロジャーは自首したのだ。レイリーのこの発言によって、不治の病にかかったロジャーがグランドラインを制覇した後、ロジャー海賊団を解散し、その1年後に自ら海軍に出頭していたことが明らかになるんです。さらにロジャーは最後にレイリーにこんな言葉を残していたんです。俺は死なねえぜ相棒。その後ロジャーの死に際の一言で大海賊時代が幕を開けているので、ロジャーはこの状況を狙って自首したんだと思われます。つまりロジャーは自分の死すらも利用するという形で衝撃的な最後を迎えていたんです。続いてはペドロです。ペドロとは元ノックス海賊団船長で、モコモコ国のですねクジラの森ガーディアンズ団長だったジャガーのミンクなんですけども、麦わらの一味の窮地を救う働きを見せ、衝撃的な死を遂げているんです。ペドロの最後が描かれたのは第877話。ビッグマム暗殺作戦が失敗に終わるも、麦わらの一味はホールケーキ城崩壊に乗じ、なんとか会場から脱出するんですが、先回りしていたペロスペローにサニー号が抑えられており、チョッパーとブルックは雨で固められ窒息寸前になってしまう。さらにサニー号も雨で固められ身動きが取れず、麦わらの一味は絶対絶命の窮地に落ちるんですが、この窮地を救ったのがペドロでした。俺は思う、ルフィたちこそが数百年間我ら一族と光月家が待ち続けた世界を夜明けへと導く者たちだ。キャラトに光月たペドロはたった一人でペロスペロを襲撃します。これでお前の魔法は全て解けるような、さらばだ。ペドロは隠し持っていた爆弾を爆破させ、自ら犠牲になってペロスペロの飴を溶かすことに成功。これによってペドロはですね命を落としてしまうんですが、麦わらの一味は窮地を突破し、見事に命をつなげることができたんです。続いてはアブサロムです。アブサロムとはスリラバーク海賊団幹部、スリラバーク4怪人の一人であり、コグバックの改造手術によりライオンの顎、ゾウの皮膚、クマとゴリラの筋力が移植された人物なんですけども、作中の描写なしで殺されるというですね衝撃的な結末を迎えています。アブサロムの死が明らかになったのは第925話のことでした。アブサロムを連れ帰るためにモリアが黒ひげ海賊団本拠地である海賊島蜂の巣に乗り込んでるんですが、アブサロムのスケスケの実の能力が死竜に奪われており、アブサロムの死亡が明らかになっています。死体ならあるけど持って帰る、死体が好きよねあんた。さらにアブサラムの姿をしていた人物が能力で化けたデボンだということが判明。このようにですねアブサラムは能力者狩りに遭い、作中で描かれることなく殺されるというですね衝撃的な最後を迎えているんです。続いてはネフェルタリコブラです。コブラとはですね世界政府を設立した最初の20人の血族であるネフェルタリ家の当主で、アラバスタ王国第12代国王。そんなコブラは作中で殺された描写はないんですが、サボに殺害されたという報道が出ており、死んでしまった可能性が高いと言います。そしてコブラの死が明らかになったのは第1054話のことでした。信じられないことにサボがコブラを殺害したとして世間で報道されてるんですけども、その報道によって世界各地で革命の機運が高まって8カ国革命が勃発し、サボは遠征として騒がれるまでになってるんです。コブラを暗殺の犯人は俺じゃない。しかし第1060話でサボはコブラ殺害を否定。よってですね世間の報道は誤報だと思われるんですけども、レベリーの最中にコブラが五老星の面会を希望していたことや、ネフェルタリ家が五老星から裏切り者
ものと評されていたことを踏まえると、コブラはですね、世界政府の企みによって殺されてしまった可能性が高いと言えるんです。ということで、現状ではコブラの死はまだ確定とは言えないんですが、悲運な死を遂げてしまったのかもしれません。続いてはポートガスディ・ルージュです。ルージュとは海賊王ゴールディ・ロジャーの妻で、エースの実の母親。そんなルージュは人間の常識をはるかに覆す奮闘ぶりを見せ、エースの命を後世に残す形で必要されました。ルージュの最後が描かれたのは第551話のことでした。ロジャーの血筋を根絶やしにするべく世界中を捜索していた世界政府は、とある島でロジャーが父親のような行動をとっていたことを嗅ぎつけます。これによってその島でロジャーの投獄から10ヶ月以内に生まれた子供や身ごもっている母親は調べ上げられてしまったんですけども、ルージュはですね、強い死によって20ヶ月という常人離れした期間、エースを体内に留め、ほとぼりが冷めてから出産したので、世界政府の捜索を見事にかいくぐることができたんです。しかしそれによってルージュの体は限界を迎え、エースを出産して間もなく命を落としてしまう。このようにしてですね、何としてでも子供を守るという母親の強い覚悟が感じられる感動的な最後となっています。続いてはモネです。モネとはドンキホーテファミリーの幹部で、シュガーの実の姉であり、シーザーの秘書兼監視役としてパンクハザードに派遣されていた人物。そんなモネなんですけども、悲しく虚しい最後を迎えてしまいました。モネの最後が描かれたのは第694話のこと。ゾロとタシキに敗れ、息も絶え絶えになっていたモネは、ドフラミンゴからの頼みを受け、研究所の起爆スイッチを押し、全てをですね、道連れにして死ぬことを承諾するんです。さよなら若様、あなたこそが海賊王になる男。そしてドフラミンゴへの思いを胸に、起爆スイッチを押そうとする直前、モネは吐血して命を落としてしまう。なんとシーザーがスモーカーなモネだと思って突き刺した心臓は、実はモネのモネだったんです。こうしてモネはドフラミンゴの頼みを果たすことができないまま、無念の死を遂げてしまうんです。続いてはサッチです。サッチとは元白ひげ海賊団4番隊隊長。闇の実を手に入れたことによって黒ひげに命を狙われてしまうという悲運な死を遂げているんです。そんなサッチの死が明らかになったのは第440話のことでした。4番隊隊長サッチは確かに俺がぶっ殺した。黒ひげはサッチを殺したことを自供してるんですけども、その理由はですね、サッチが黒ひげが長年狙っていた闇の実を手に入れたから、船の掟上、見つけた人が悪魔の実を食べていいことになっていたので、黒ひげはサッチから悪魔の実を奪うはずみで、サッチを殺すことになってしまうんです。そしてサッチにとっては仲間に殺されるという思ってもいない死であり、悲運で虚しい最後だと言えるでしょう。続いては下月安家です。安家とは和の国の白米を統治していた元大名なんですけども、本編では死の直前まで殿安として活動していました。そんな安家は光月再興の希望を残すという大きな働きを見せながら処刑されて命を落としています。安家の最後が描かれたのは第942話。金右衛門の作戦がオロチに漏れてしまい、多くの同志が投獄されたことを知った安家は、和の国で手配されている牛光小僧は自分だと名乗り、貼り付けになってしまう。そこで安家は、判事は自分がいたずらで作ったものだと嘘をつき、同志たちには新たに別の集合場所を示すという起点の効いた働きを見せるんです。そして安井はオロチを害虫などと罵って怒りを誘い、自らの命を犠牲にして侍たちに希望を託すんです。器の小さき男には一生食えぬおでんに候。こうして安井は見事な死に様を見せるんですけども、スマイルのせいで笑顔以外の表情を奪われてしまった民衆に囲まれ、笑われながら最後を迎えることになりました。続いてはクイナです。クイナとはイーストブル下月村の剣道道場である一心道場の師範コウシロウの一人娘で、ゾロの幼馴染。当時はですね、ゾロですら勝てないほどの強さを誇っていたんですが、あっけなくこの世を去ってしまったんです。クイナの最後が描かれたのは第5話。約束しろよ、いつか必ず俺かお前が世界一の剣豪になるんだ。どっちがなれるか競争するんだ。クイナとの真剣での勝負に敗れたゾロは、どっちが世界一の剣豪になるかという競争を持ちかけ、二人は約束を交わすんですが、その競争は残念な結末を迎えてしまいます。ゾロ大変だ、クイナが家の階段で転んで死んだ。なんとクイナは家の階段で転んで死ぬというあっけなく悲しい最後を迎えてしまう。俺あいつの分も強くなるから、天国まで俺の名前が届くように、世界一強い剣豪になるからさ。こうしてクイナの和道一文字はゾロに譲られ、ゾロは今でもクイナとの約束を果たすため成長を続けているんです。
そして最後に紹介するのはクローバーです。クローバーとは考古学の世界的権威であり、考古学の聖地オハラにてポーネグリフの研究を秘密裏に行っていた人物です。のけ者にされていたロビンにも好意的に接していたので、ロビンからも慕われていたんですが、世界の秘密に近づきすぎてしまったので世界政府から消されて命を落としてしまいました。そんなクローバーの最後が描かれたのは第495話のことでした。オハラの探索チームが世界政府に捕まってしまったことで、オハラがポーネグリフの解読を進めていたことが世界政府にバレてしまい、オハラにはですね、海軍と CP9 が派遣されたんですけども、世界政府による捜索で図書館の地下に隠したポーネグリフが発見されてしまい、学者たちの死罪が確定してしまうんです。そこでクローバーは五老星との対話を希望し、空白の100年に打ち立てた仮説を報告するんです。遥か昔の文献と発見したいくつかのポーネグリフを読み解くことで、我々はやがて一つの国の存在に気づいた。今はもう跡形もないが、文献の上に浮かび上がったのはある巨大な王国の姿。そしてクローバーがその王国の名を明かそうとしたその時、消せ、五老星の命令によりクローバーは殺されてしまうんです。オハラは知りすぎた。こうして世界の禁忌に近づきすぎたクローバーは五老星に危険人物だと見なされてしまい、この世から消されてしまうんです。という感じで衝撃的な死に方をしたキャラクターをまとめてきたんですけども、ここではですね、紹介しきれなかったその他の衝撃的な死亡キャラはですね、こんな感じとなっています。この中から何人かピックアップして簡単に説明すると、当時5歳のビッグマムに致命傷を負わされてしまったヨルル、勘十郎の能力で作られた偽おでんから仲間を守るため命を落としたアシュラ同士、ジャジの改造手術に抵抗して自ら劇薬を飲み体を悪くしてしまったビンスモックソラ、親子の再会を果たすもオハルと共に散ってしまったニコオルビア、愛する夫キロスのことをすっかり忘れ去ってしまうも、おもちゃになったキロスに抱かれた状態で息を引き取ったスカーレット、ドフラミンゴからねぎらいの言葉をかけられ、笑顔を浮かべながら毒ガスが立ち込めるパンカーザードに取り残されたベルゴ、大勢の海軍の標的になりながらエース救出の突破口を開いたリトルオーズジュニア、という感じなんですけども、衝撃的な死を迎えたキャラクターは紹介しきれないほど存在してるんです。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。